今木地をちょっと歩いてみたけど、今日は暑いわ。いや、今行ったかでね、形はさほどね、もう投稿されて残ってないんやけどね。いろんな資料はね、可視光圏にいっぱい残ってますわ。だからあれを見に行きましょうかね、可視光圏を。さあ、測ってみましょう。何度あるかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。春日神社でございます。春日神社、はい。いやー、90段ぐらいのとかね。失礼しました。ちょっとしかないと思ってやがってたんだけどね。息切れとるわね。はい、失礼します。春日神社でございます。ね、何神武天皇、神武天皇、これ明治天皇、変わってないよね、これは。はい、ありがとうございます。じゃあ肝心の明神古墳見てみましょう。これでございます。もう何にも残ってませんからね。石室も開いてないよな。これがね、反対側に行かんと説明書がないんですよ。え、いつも祀られとんやけど、今日は花は祀られてないね。ここに看板がございますからね。それは明神古墳、はい、ここにある。やっぱりね、ここにね、草壁の巫女さんの可能性が高いんやで書いてあるんやけどね。お、ここ入れるじゃん。だからこれが開いとるとすると、石室はこちら側にはなかったんだけどね。開いてないね。反対側に見てみましょうか。ここから入れるね。よいしょ。いや、開いてないね。かなり大きかったんですね、これね。で、今度使うのね、持ってあるんやけど、何にも残ってまへんか。ですから、この模型がね、おそらく可視光圏にあるというような話だからね、ちょっと今行ってみましょうかね、模型見にね。はい。この模型はかなりね、精巧に作られてるらしいけど、昔行ったことあるけど、さっぱり興味なかった時やからね、分かってないね、何が何だろう。昔からあったもんかなかったもんか分からんけど。そんならこれ終わったらちょっと行ってみましょうかね。いやー、歩くだけでも大変やけど暑いから。はい、ありがとうございました。な、一通り行くから。1、2の3。はい、博物館やってきました。今日メインはこれでございます、これ。これかね。これこれ。これ見に来たんですよ。これがね、津賀明神古墳の石室いうか石棺というか石室やね、これ。こんな買ったやかね。あ、こう書いてある。復元モデル。切りしてやってる時期でやっぱりだいぶ後やね。すごいね。ちょっと中見てみましょうか。石棺とか入ってるのかね。これは何で？キリしかね、コンクリじゃなくて、これ。これはやっぱり、そうやろうね。間違いなくろ。こんな感じやったらな。一般のやつは普通大概が石やからね、石。あ、すごいね、やっぱり。横見られへんのかね。横から見られへんのかね。あ、こんな感じか。
これやっぱすごいわ。これやったらやっぱりね、どう考えても一般の方じゃないですかね。もともと天皇になるかもしれん方やだからね、持統天皇の息子さんですよ。草壁の巫女さんやったからね。これはすごいわ。これや、これ見に来たんだけどね、無造作に置いてあるこんなところにね。これは前わし来た時あったかな、記憶ないな。見てない見てないやな全然見てないんやわ。あったんやろうな。だいぶこれ見たら時間かかってるみたいやから、年代がね。これ見てないわ、おそらく。昔昔やけど、だいぶもうね、年季が経ってるんやけどね。もうなかなかよろしいですな。これは間違いないですわ。はい、これが塚明神古墳の石油だそうですんでね、これは間違いなかろう復元モデルやけど、これはね、岡宮天皇陵はここですよ。塚明神古墳ですよ、おそらくね、私が思うに。どうだろうね、岡宮天皇陵をね、ちょっとあれを調査させてくれたらいいのにね。ほんなら分かるんやろうけどね。あっこも一応なんかね、石棺があったようなこと書いてあるんだけど、どうなんだろうね。はい、ありがとうございました。これは最高ですわ、これ見に来たらね、これだけで。はい、ありがとうございましたここです、ここ。はい、柏原考古学研究所博物館でございます。